はい、皆さんこんにちは。最近ですね、ちょっとプライベートの方で忙しくてなかなか時間が作れなくて、ゲーム実況、特に妖怪ウォッチの方がね全くできていないんですけど、まあ頑張ってちょっと時間見つけて、これからもねちょっとやっていきたいなと思います。はい、で今回やるのはあやとり様のネタ動画ですね。まあネタ動画というか縛り実況、前回と前々回に関しては漢方を全く使わずにあやとり様を倒すという縛り実況でやったんですけど、今回はもっともっと縛りを強くして、漢方を使わないどころか、誰一人もあやとり様に撃破されずにあやとり様を倒すという挑戦ですね。つまり味方が死んでしまった時点で、まあその挑戦は終了という感じになります。今回はこの挑戦をねやっていきます。でこれはですね、さすがに相当な難しさだと思うんで、本当はですね、成功した動画を1本上げるようにしたいと思うんですけど、そのために何回撮り直せばいいのかわかんないんで、これから毎日この挑戦、成功しても失敗してもこの動画上げていこうかなと思います。あとついでにね、極楽玉、これがゲットできたらいいかなと思っているんですけど、やっていきましょう。まあさっきも言ったように、この挑戦失敗しても成功してもとりあえずこの動画をね上げていこうかなと思います。さあじゃあ行きましょう。あ、しまった。ちょっとメンバーの紹介するの忘れたな。そう、一応ねこれもし万が一まぐれで味方が誰一人ともやられずに勝ってしまった時にですね、改造妖怪使ったんじゃないかとかね、そういう、なんて疑いがかかるとまずいんで、ちょっと、僕の使ってる妖怪たちのステータスとかレベルとかね、見せようかなと思ったんですけど、これはまあ、終わった後にちょっと見せましょうかね。うん。レベル99で、まあ、戦ってる風景見ていれば、まあ、改造妖怪じゃないなっていうのはね、妖怪ウォッチ詳しい人だったらわかると思うんですけど、ですね、ドケチングのコンを2つじゃねえや、全員につけてあるんで、攻撃力は半端なく高いんですけど、防御力、耐久力に関しては相当弱っちいんで、まあ、改造妖怪じゃないなっていうのは、まあ、見ていただければ分かるんですけど、やりましょう。これ相当ね、結構運の要素もあるんだよね。まずはオロチ。よし、まずオロチが、で次はヤマタン行くか。お、いいね、いい感じ。攻撃がね来てしまうとかなり厳しいんだね。一回だけだったら耐えることはできるんだ。あ、ヤマタンが相当ダメージ入った。で、このイザナミの攻撃で多分、目玉を破壊することはできるはず。どうかな、ちょっと浅いかな。あ、一個はいった。いけ。お、あ、真ん中ダメだったか。いや、まずい。ヤマタまずい。変えよう。よし。オッケー、いった。とりあえず今の段階では相当いいね。これどうしようかな。うん、そうっす、イザナミを回復させるか。イザナミを回復させて、よし。で、そろそろ復活すると思うから、用意しとこう。よし、あー、ガンジガナメ、まあ、厳しい。ヤマタン、
喋れてないけど必殺技出したかった。あ、大丈夫だ大丈夫だ。アイテムで妖力を回復させることができるから危ない。必殺技出せる。よし、いった。やべ、俺ちょっとこれあれ成功するんじゃないか、もしかして。よし、あと一つ。オッケー、相当いいね。どうしようどうしようどうしよう。どうした方がいいかな。こうか。あ、これちょっと迷うな。誰を回復させるか。いやー、あと目玉を一つ破壊できれば多分倒せるんだよね。これちょっと本当に迷うな。すいません、ちょっと考えますね。アイテムを使って誰かを回復させるか、それとも牛乳を使って陽気ゲージをイザナミかブシニャン回復させて技をラッシュで出していくか。よし、決めた。牛乳使おう。で、もうオロチはもう準備しとく。あ、やべやべ、なん、あ、やべ、何早送りしてるんだよ。で、よし、シュラコマ。ちょっと待って、これ一発目で成功するんじゃないか。あ、耐えろ。あー、くそー、相当いいとこ行ってたのに。失敗か。うわー、これ厳しいわ、悔しい。あともう一つ、あ、もう少しだ。今回相当欲しかったんだけどな。よし、倒せましたね。やばい、残念ながら今回は失敗。まだね、ちょっと極楽玉来るかもしれないから、ちょっとそれまではちょっと、うん。あ、レベル99出てるね。極楽玉来い。あー、ダメか。神経験値玉か。失敗しちゃった。まあちょっと今回時間があるんで、妖怪ガシャだけちょっと回しておしまいにしましょうかね。はい。今回は結構いいとこまで行ったんですけど、味方がブシニャンかな?やられてしまったんで、今回は失敗ですね。で、実はね、僕動画撮ってないところで、実は成功したことがあるんですよ。味方が誰一人もやられずに、あやとり様を撃破したことがあるんですけど、だからね、この挑戦、無謀な挑戦じゃなくてできるはずなんですけど、まあ、どれぐらいちょっと時間かかるかわかんないですね。で、さっき言ってたステータスですね。オロチじゃなくてヤマタン以外はヒットポイントが400ちょっとぐらいなんで、まあ全然これ改造妖怪じゃないですね。普通の。うん。全員にドケチングのコーンつけているっていうこともあって、耐久力がね、みんな弱っちいです。行きましょう。じゃあ妖怪ガシャ回しておしまいにするか。極楽玉も取れなかったね今回。大森山神社。あー、結構ね、緊張というか興奮したんだけど、あー、しょうがない。まあでもこれ運の要素が相当あるからな。今回何回なんか回せんだ。3回か。じゃあ過去に行って回しますかね。あ、こっちか。うん。
一応あやとり様を100回倒すと金のトロフィーがゲットできるんですよね。で普通のやり方、あの深い漢方を何個も何個も使うやり方だと多分ね、あの追っつかないと思うんで、まあドケチングのコーンを使えばね、まあ深い漢方を使わずに倒すことができるんで、まあ結構おすすめなんですけど、さてと、じゃあ妖怪ガシャ回すか。ちなみにですね、僕この妖怪ガシャの引き相当悪いんで、 あんま期待しないでください今までこの普通コイン使ってね、 S ランクの妖怪来たことないんですよ。本家元祖、本家元祖じゃなくて元祖本家 らしいんだけどね。水色コインはなんだ、全然わかんないわ。赤か。あ、超経験値玉。なんかこのゲームって経験値玉好きだね。経験値玉マジでいらねえんだけどな。さあ、オレンジコインは豪傑なんでしょうかね。古典妖怪の S ランクって全然僕疎いんだよね。全然わかんないや。あ、紫か。あ、妖怪だ、妖怪。あー、うそーいらねえこいつ。あ、でも持ってなかったんだ実は。ダルダルマ。あー、実はね、僕持ってなかったんですね。おそらく持ってなかった。ほらね、こんな妖怪も持ってなかったのか。まあいいかな。うん、妖怪大辞典埋めることができたんで、じゃあ最後か。あー、なんか今回も引き悪いな。桃色コインはあれだよね、なんかスイコみたい、スイコだよね、スイコだからこれはいらないんだ。青コイン行こう。もう泣いても笑ってもこれが最後。あー、あー、超経験値玉。マジか。なるほどね。じゃあまた明日ですね、あやとり様。まあ同じ縛り実況ね、挑戦するんで、まあこれからちょっと無限時刻行ってまたね、まあ戦ってこようかな。あのドンドロとかね。で最後ちょっと経験値玉使って終わりにしましょうかね。神経験値玉誰に使おうかな。別に鍛えてるやつとかいないんだけどな。育てている妖怪、なんか使える妖怪いないですかね、あやとり様に使えるような。本当はヤマタン6体で行きたいんだけど、さすがにヤマタン6体は用意できないんで、今のメンバーで戦っているんだけどね。あ、ボーボー。あ、これレベル上げよう。うん。これは、あの、青鬼とか黒鬼の縛り実況に使えそうなんで、今鍛えているんですけど、ボーボー。ボー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 。あ、いや、これね。なんか、これに経験値玉使うのなんかすごくもったいないような気がするけど、まあいいや。うん。はい、じゃあやることなくなったんでね。今回の動画はね、ここで終わりたいなと思います。はい、今回欲しかったですね。明日もまた挑戦していきたいなと思います。はい、じゃあさようなら。